ベルーナドームです。埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズ、この試合の模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右の松本、対するバファローズの先発は左の田島、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。右の松本、マウンドに上がりました。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは山梨。第6球を投げた、打ちました。ファーストの頭上をフラフラっと上がっている。一塁キャンパスの手前、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。第3球を投げました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、セカンドを落下点、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは中川。第8球を投げました、外のボールを泳いだ、これは平凡なフライ、取りました。これで3アウト。松本、今日は無難な立ち上がりです。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは森。投げました、流し打ち、どうだ、ワンバウンド、ヒット、レフトからセカンドへ、森、ツーベース。ライオンズ先制のピンチを迎えます。右のバッターボックスは5番杉本、大きな声援が届いています。インロー、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。次は6球目、投げました、打った、ショート真正面、滝沢ボールを掴んだ、アウト。ライオンズなおもピンチが続きます。バッターは7番紅林、背番号24。第1球投げました、おっつけた、これはファースト正面、山川そのままベースを踏んで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。松本、ツーアウト三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって0対0です。0対0で迎える2回です。ツーアウトランナー1塁という場面で岸、第9投げた、顔の前通過。さあ次の投球、開始、取ってアウト、3アウトチェンジ。ライオンズファーストランナー残塁、2回が終了しまして0対0です。3回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは頓宮、第6球を投げた、ここはフォアボールになります。先頭バッターにフォアボールを与えます。投げた、バントしました、ピッチャーの右へ転がした、一塁送球、一塁はアウト、ランナー二塁に進みました。ライオンズ先制のピンチを迎えます。打った、レフトへの打球、掴みました、ランナー二塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第7球を投げた、高めボール球打った、レフトへのフライダー、レフトバックしていった、掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。松本、ワンアウト2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。3回の表が終わって0対0です。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは中川、第1打席はライトフライに倒れています。打って出ます、これは内野ゴロ、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番森。第4球は打った、これは強烈、入れば先制だ、さらに伸びていく、ライト見上げた、ホームラン、先制ホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。素晴らしい一発をベンチも祝福。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。右バッターボックスには杉本、今日2度目のバッターボックス、初球を打ちました、レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが、取りました、これで2アウト、ランナーありません。
バッターは指名打者シュインデル。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。流し打ち抜けた。シュインデル、いいバッティングを見せました。バッターは7番紅林。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球出てた、抜けた。ボールはサードへ。サードから二塁送球。紅林ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。先ほどのプレーです。バッターは8番頓宮。第1打席はフォアボール。変化球空振り三振。4回の表が終わって1対0、松本とうとう打たれてしまいました。ライオンズ勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で岸。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。第2球、ストレートはボール、アウトコース低め。第3球を投げた。マシンで捉えた、抜けた。ライオンズ1点リードを奪いました。2対1。岸タイムリーツーベース。ライオンズなおもチャンスが続いています。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。右バッターボックスは8番菅。第1球、初球外れてボール。第2球、投げました、まっすぐ空振り。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました。ピッチャーこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。4回までが終了しまして2対1、ライオンズ1点リードに変わっています。バファローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。低めの球、見逃し三振。第7球を投げました、見逃し三振。さあリプレイです。バッターは2番宗。今日はセカンドフライとレフトフライ。投げました、カットボール、空振り三振。4連続三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。松本最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって2対1です。試合は後半6回に入ります。この回のトップバッターは中川。今日はライトフライとセカンドゴロ。打ちました、痛烈。入れば同点だ。打球はそのまま伸びてレフトセンター見送った。ホームラン、同点ホームラン。左中間スタンドへ吸い込まれていった。さあチームメイトからも祝福を受けます。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。松本降板、右の本田、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第5球、投げた、打った、内野ゴロ。牧野取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番杉本。今日は三振とレフトフライ。打ちました、これはいい当たり、入れば勝ち越しだ。伸びた、伸びてライトを見送った。ホームラン、ソロホームラン。白球は無情にもライトスタンドへ。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。バッターは DH のシュインデル。第6球を投げた、打ちました。外崎ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは紅林。第5球投げた、打った、ライト線ぐーっと打球が上がってきますがヒット。紅林一気に二塁へ、タッチはセーフ、二塁はセーフ。リプレイをご覧ください。バッターは8番頓宮。
今日はフォアボールと三振打ちました。セカンドこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって3対2、ライオンズこの回逆転を許しています。ライオンズ同点のチャンスです。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で岸、ストレートはボール。第2球投げた、2球目ストライク。投球は3球目、投げた、打った、これは強烈、入れば逆転だ、いった、入った入った、ホームラン、逆転、スリーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、ストレートを狙い打ち、岸一振りで逆転。チームメイトが迎えます。今の逆転のシーンリプレイでご覧ください。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。第6球を投げました、打ちました、これはライトフライになった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って山梨。さあ6球目、外、空振り三振。バッターは2番宗、今日4度目のバッターボックス、投げました、打ちました、引っ掛けた、これは打たされてセカンドフライ、取ってこれで3アウトチェンジ。満員のベルーナドーム、ライオンズファンの願いが詰まった青いジェット風船が今舞い上がりました。バファローズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番中川、今日打ちました、打球は左中間に上がった、岸掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。本田降板、右の森脇、今日3番手としてマウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第3球を投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、セカンド取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番杉本、今日はホームランを打っています。打った、1、2塁間への当たり、1塁送球、森脇取ってアウト、3アウトチェンジ。8回の表が終わって6対3、ライオンズ3点リードは変わりません。ライオンズリードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で岸、今日4打点を挙げています。第1球投げました、初球打った、クリーンヒット、2塁決定、3塁へバックホーム、間に合うかどうか、ライオンズさらに1点追加、8対3、ランナー1人を置いて迎えるバッターは次元。第1球投げました、ボール。第2球投げた、低め際どい、ボール。第3球を投げた、ボール、外角高め。第4球を投げた、おっと打ちました、紅林掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げた、ストレートはボール。第2球投げた、2球目空振り。第3球はボール。第4球を投げました、スプリットはボール。さあ5球目打ちました、サード右横のフライになりました、宗余裕があります、取りました、これで3アウト。8回の裏が終わりまして8対3、ライオンズリードを5点としています。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは指名打者朱印、打った、右中間へ持っていきましたがヒット、朱印出る、いいバッティングを見せました。バッターは7番紅林、これが4度目のバット、見逃しの三振。バッターは8番頓宮、第5球投げました、打った、センターへ持っていった、センター前に出る、ヒットになります。トングナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。チャンスをものにできるか。さあ投球は5球目打ちました、左中間のフライ取りました、勝利まであと1人。今日2三振の山梨、ここまで2打席連続三振、打ちました、ショート右の当たり、一塁送球、アウト、試合終了です。ライオンズ見事勝利を収めました。
さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。